バンド名とかないんです。なんか名前で書いてありました。何かの時にこのメンバーでやらせてもらったことがあるんですけど、楽しくてもう一回今日は大先輩たちの胸を借りて前座をやらせてもらいます。紹介します。ベース、よろず天狗から成田、ドラム生田陽子。どこかのバンドやってるんですか今。所属なしですか。フリーランスの生田陽子、生ちゃんって呼ばれてます。イエーイ、そしてギター、ザ・ハーダーというバンドから普段ボーカルをやってます千葉県。イエーイ、よろしくお願いします。あ、僕はここのバイトをしてます陽子です。よろしくお願いします。いや楽しいですね。楽しいです。飲んでくださいね、いっぱいね。あの、僕たちもいっぱい飲むためにここに前座できましたから、ね、早く終わって
なんで笑ってるんですか。え、聞いてたと思ったんですか。あー、お好きなんですか。まあまあ、あ、聞けたと思ったけど、まあまあ好きなぐらいで。ここ来たことあるんですよ、綾川さん。あ、別にそんなのどうでもいいですよね。あ、すいません、なんかちょっと楽しそうなお客様がいると、つい個人的にそういう風にしてしまう癖が。もう一曲、あの、千葉県に歌ってもらいます。ハーダーの曲を。愛を患って探し回ったからない、最後ぶつかって全てをかけたためだ、呆れ果てそれでも
ういうお客様いて、ね、楽しいですね。はい、そうですね。フライデーナイト。フライデーナイトです。ロックンロールショーだからね。あ、ね。今日そういうタイトルでしたっけ。そう。はい、昔パワーステーションにね、ありましたね。サタデーナイトロックンロールショーという毎月です。それは土曜日。それは土曜日なんだけども。パワーステーションのやつ。いやじゃあなんか乾杯とかしますかね、やっぱね。ね。皆さんね、見ながらマスクもしなくなって、ね、あ、していてもいいんですよ。あ、お酒ありますか。あ、はい。あ、じゃあおかえり。あ、そうです。はい。じゃあまあまあ、あの今日はあと2つご機嫌なダニー・ビー・グッドさんとテリー・マルテラスさんと、ね、何に来たんですか。ダニー・ビー・グッドさん。でもなんか写真撮ってて。ありがとうございます。すいません、長いね。じゃあ皆さん、今日は楽しんでいきましょう。乾杯。3連休。3連休。3連休だって。よし。最後の曲になるんですけども、あの嬉しいな、もう今度またライブやりませんか、ね、もう何も全然決めてないんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも考えておきます。じゃ最後の曲はルーファー・ストーマス、はい、まあ
落ちた。机変えなきゃよかったよね。